こんにちは、長谷部まなみです。昨年11月末からおよそ2ヶ月半お休みをいただきまして、今日からまたこの番組毎週木曜日のこの時間にお目にかかります。どうぞよろしくお願いいたします。さて、 FOMC は予想通り追加の利上げを見送りました。この結果からは今後のヒントをちょっと見出しにくいなという印象だった方も多いかと思いますが、そんな時はこの方に解説していただきましょう。今日は前編このコーナーで参ります。こちらです。 IG マーケットアウトルックです。解説は IG 証券のシニア FX ストラテジスト石川純一さんです。石川さん、よろしくお願いします。はい、またよろしくお願いします。はい、ちょっと今日からまた気持ちも新たにお伝えしてまいりますので、よろしくお願いします。さあ、早速ですが、今日のタイトルからお願いいたします。はい、こちらになりますね。円高リスクの要因で、サブタイトルとしてアメリカの通商政策とドル円相場、この点についてちょっと見ていきたいと思うんですけれど、円高リスクの要因として、私はこの通商政策、アメリカが取る通商政策ですね、これが一つのポイントになってくると思っております。特にあれですよね、トランプ大統領はもう連日の発言にこう私たちもこうちょっと振り回されるというか、そうですね、日本も出てきてますもんね。そうですね、名指しで出てきてますね。はい、でその点をですね、次のスライドからちょっと順を追って説明させていただきたいと思います。お願いいたします。はい、まずですね、トランプ政権の通商政策とは一体何なのか、それを端的にまとめるのはこういうことですよねと。はい、まず目的に関しては、やはり貿易不均衡の是正で、これ貿易不均衡というのは基本的にはアメリカの貿易赤字がどんどん溜まっていってる。要は海外からアメリカ国内に製品が流入することによってアメリカの貿易赤字拡大しているよね。はい、ということは売ってる国というのは、貿易黒字が拡大しているよねと。まさに赤字と黒字、不均衡だよねと。これをじゃあ是正していきましょうよと。逆にアメリカの製品をあなた方が買ってくださいよと、それが目的なんですよというのがトランプ通商政策なんですよね。はい、一方、名指しで非難されている対象国となっているのが、直近の言動をピックアップすると、日本、中国、そしてメキシコという、この3カ国が主に名指しで批判されているわけなんですけれど、こちらの2カ国に関してはですね、大統領選挙の時からですね、輸入関税の引き上げ、例えば中国製品に対しては 45%、メキシコ製品に対しては 35% の輸入関税の引き上げをするとかですね、あとメキシコに関しては国境税を設けることによって、この税で得た収入で壁を作るというような発言を聞かれておりまして、結構日本よりもですね、厳しい態度に臨んでるかなというふうに一見見えるんですけれど、実は、目先ここ2週間ぐらいはですね、この日本がこの2カ国以上にターゲットにされやすいと個人的には考えているんですね。でそれがイコール円高要因として作用しやすいと、考えることもできると。その理由を次のスライドから、どうしてでしょう。こちらですね、ターゲットにされやすい日本、まずですね、ポイントになるのは、アメリカの為替報告書、こちらに関しては半期に一度4月と10月、半年に一度ですよね、に発表されるんですね。で最新のものはですね、2016年の10月発表された、ものなんですけれど、この内容をちょっとこちらマトリックスで見ていくとですね、こういったことになります。出ますでしょうか。こちらですね。まずですね、この報告書、端的に申しますと5つの基準があるんですね。でこちらちょっと文字が小さいのでアップでできますかね。でこちらですね、5つの基準があります。5つの項目がありますよと。で5つの項目に対してそれぞれ基準が設けられているんですね。こういった形で対アメリカの貿易黒字、それから経常黒字 GDP 比、それから純外貨購入額の GDP 比、あとは介入とかですね。でその結果監視対象になるのかならないのかといったところなんですけれど、でその基準としてこういったところが設けられているということなんですが、この基準に3つ以上抵触した場合は、あなたの国、為替を操作してますよねと、為替相続の指定を受けてしまうんですよね。なるほど。そうなってくると、じゃあ次何が起こるかというと、アメリカからの報復、その前に交渉は入ると思うんですけど、アメリカからの報復措置を受けてしまう可能性が非常に高まるということです。でその点を踏まえた上で見ていくと、日本もうすでにですね、こことここの部分で抵触していることが分かりますと。で同じく名指しされている国々、中国とメキシコを見ていると、実は一つしかないんですよねと。そう考えると日本の方がちょっとこういった為替政策の面で、そうですね、あと一つ抵触した場合には、報復措置を受ける可能性があるといった面では、日本がやっぱり不利なんですよねと。で同じようにですね、2つ抵触して、例えばドイツとか全くこの
トランプ氏の批判対象には上がってきてないですよね、うんうんうん、そうなってくるとやっぱりトランプ氏がターゲットとしているのは基本的には今は日本になりやすいと、うん、いうことがまずこの為替報告書から言えますよと。いろいろと言い分はありますけどね、まあ、これを見るとそうですね、そうですね、確かに日本側の言い分もあると思うんですけど、うん、やっぱりこれはアメリカは国益第一でも考えておりますので、うんまあ、そんな言い分はまず聞く耳は持たないと思いますと、うんうん、でこういった事実、数字で表された事実で基づくならばやっぱり日本というのは攻撃の対象になりやすいということが言えますよと。でもう一点、はい、日本を取り巻く外部環境ですね、うん、こちらもやはりですねアメリカ側から突っ込まれやすい、はい、もしくはですね、プレッシャーかけられやすい、状況になっていると。それはこちらなんですよね、はい、それは安全保障の面、特に東アジア情勢ですよね、と日米首脳会談、はい、まあ、2月10日で設定されておりますけれど、はい、これらがですねやっぱり日本にとってはですねかなりちょっと不利な状況になってるんじゃないかと個人的に思っておりまして、それを端的にまとめてこういうことですね、まあ、日本という国がありますよと、はい、で今安全保障に関して日本の最大の関心地は東アジア、まあ、中国で朝鮮半島、あとは台湾問題、そしてロシアですよね、極東ロシアの問題、はい、まあ、こういった形でもう本当にですね、まあ安全保障の面でかなりですね、まあ喫緊の課題に直面していると。それは何かというとやっぱり防衛力の強化ですよね、うん、まあ、安倍さんの、最近の発言を聞いていると経済政策はもちろんそうなんですけれど、やっぱりこの防衛力に関するあの発言は非常に多いということは、安倍政権内でもやはり防衛力の強化は喫緊の課題であることを認識していること、はい、これはもう明白だと思います。ただ現実はアメリカの庇護下、要は日米同盟ですよ、がなければやっぱり日本という国は守れないよねという現実があるわけですよね、そうなってくるとトランプ政権、この日米同盟に関してかなり批判的な発言を、まあ、大統領選挙前からですね、そうでしたね、ずっとしてきておりますと、うん、でそこでポイントになっているのがこの日米首脳会談ですよね。こういった安全保障と経済政策をセットでアメリカ側が交渉してくるならば、日本の交渉力というのは非常に弱い、立場が弱い、現実があるわけですね、うん、なってくるとアメリカとしてはですね、安全保障あるよねと、経済政策では譲歩しなければ、まあ、この安全保障の面で日本はどうなるのか、まあ、実はプレッシャーをかけてくる可能性が高いと。そうなってくると市場関係者、まあ、今までやってきた異次元緩和とかそういったものってちょっと先行き不透明感になるんじゃないの、ね、といった危機感が台頭してもおかしくはない。さらにこれまで、はい、まあ、築き上げてきた合意ですよ ね、 すよね、この辺りは。そうですよね、それをこうそんな急にというところ で、うん、そうですね、ね、やっぱりリスクにつながりますね、これは ね、 ね、マーケットにとってはですね。で実際ですね、トランプ政権が誕生した後ですね、の動向を見ていると例の大統領の連発ですよね、はい、もう急に方針を転換したりして、うん、でまあ、アメリカ国内が混乱している状況、こういった状況を考えるならばですね、やっぱり日米の首脳、今回の日米首脳会談でも何を言い出すかまずわからないですし、相当厳しい交渉がなされる可能性が高いと、まあ、でもこういうところは日本の安倍総理ももう踏まえて交渉力を持って臨むわけですからね。そうなんですよね、期待しつつも。そうですね、だ今回は本当にですね、まあ、日本政府としてもですね、まあ、初めの首脳会談ということもありますし、やっぱりいい関係を築いていきたいといった思惑があると思うんですよね、あとじゃあアメリカの出方次第でどういうふうにこの柔軟に対応していくか、そこらはまあポイントになってくるとは思うんですが、なかなか今まで の、 その過去の経緯ですよね、先ほどの為替報告書の件もそうでしたけれど、であと現在日本が置かれているこういった国際環境の面を考えるならば、はい、やっぱりどうしてもアメリカ抜きではですね、なかなか立ち行かない現実があると。でその現実を突きつけられた場合ですね、うん、果たしてどこまでうまく交渉できるのか、うんうん、そこら辺が非常に重要なポイントになってくると思いますし、なるほど、まあ、基本的に日米首脳会談というのはですね、やはり目先円高イベントで、これに向けてですね、おそらくアメリカサイドもいろんな宗派を送ってくると思うんですよ、ね、うんうんうん、シグナルを送ってくると思うんですよね、はい、でそれの、シグナルに関してもやっぱり厳しいものになる可能性が高いということを考えるならば、まあ、ちょっと円高イベントとしてこれは捉えておきたいです、捉えておきたいですし、まあ、ドル円相場もやっぱり言われの重い展開がこれに向けて続く可能性が高いと思われます、はい、であとですね、アメリカの通商政策についてなんですけど、ちょっと、それをですね、指揮する方についてですね、ちょっと説明させていただきたいと思いますね。でまあ、本格的に動き出すアメリカの通商政策ということですが、はい、じゃあこの本格的に動き出すその指揮を取る方は誰なのかというと、それはこちら、はい、新しく新設された国家通商会議、このトップについてはピーター・ナバロ氏という方なんですね、うん、で、まあ、放題で本が出されてるんですけど、まあ、その、題名がですね、まあ、中国による死といった題名なんですけれど、その
まあ、あの題名からも分かる通りこういった形で対中強硬派でも名の通ったですね、うん、方なんですね。で、この方、例えばですね、中国の製品をどんどん輸入するとやっぱりそれ国防にも関わってくるといった発言もしておりますので、でそうなってくるとですね、やはりあの米中の貿易戦争のみならず海洋問題にまでやはり今後発展していく可能性もあると、要は覇権争いですよね、うん、そうなってくると台湾、まあ、あのまだ大統領に就任してもいないのに、電話で、台湾の総統とトランプ氏が、ね、会談した、経緯も考えるならば中台関係がこじれれば当然それは日本にも影響を及ぶであろうと、はい、あとは南シナ海ですよね、まあ、こういった経済面そして政治面ですよね、軍事面ですよね、まあ、そういったものでやはりですね、どんどんとこう圧力が生じてくる可能性が高いと。であとですね、あの実際の経済政策、まあ、為替政策についてはやはりユーロ安批判をしてきた、うん、ここはですね、ドル高牽制をしてきているあのトランプ氏とですねやっぱり相通ずるところがあると、やっぱり歩調を合わせてきたなと、うん、でこのユーロ安批判に関してはですね、イギリスのですね FTC の方がですね31日に報じたわけなんですけど、そうなってくると今後想定されるのはやっぱりアメリカとドイツの貿易摩擦ですよね、うん、でドイツに関しては日本と同じように先ほど見た通りあの2つのあの基準に抵触しておりますので、ええ、まあ、ドイツも一言ではないというのは現実としてありますよと、うん、であと政治的な問題で言えばやっぱり地政学リスク、まあ、ヨーロッパの地政学リスクはもうロシア問題にも、集約されますけれど、こういったところでやっぱりですね、相互が生じるようならばロシアにつけ込まれる隙を与えかねない、うん、そうすると政治的なリスクも高まりやすい、でこういったですね、まあ、のリスクがですねやっぱり意識されるならば、それはイコール株安要因でもありますし、基本的にこのアメリカの通商政策って保護主義がかなり強いですので、うん、自国の利益を優先してっていう、そうですね、うん、そうすると今までグローバル化によって発展した経済というのがブレーキがかかる可能性があるわけですよね、うん、なってくるとそれも株安要因になりやすい、結果株安は円高圧力を高める要因になりやすいということで、うん、この通商政策というのは結果的にこういう形で円高圧力を強めやすいというふうに考えることができますね。そうすると、うん、ドル円としてはどのぐらいのレンジに、はい、なっていくと見てますか。重要なのはやはりあの、常にダウンサイドリスクをですね、つかの日米中の会談まではあの警戒すべきかと思っておりますが、はいはい、じゃあそのサポートポイントをですね、こちらのチャートで見ていくと、はい、はい、こちらですね、はい、今回週足を持ってきました、はい、でトランプラリーが起こったのがここからここまでですね、はい、1,2,3,4,5,6 週連続で上昇し続けました、うん、101.20 から 118.60 まで上昇しましたと。ただ昨年のですね、まあ後半あたりから徐々にその勢いに陰りが見始めて 1,2,3,4 と4週連続で陰線が次元、要はドル円は下落しました。でその後2週挟んで、まあ、あの調整が入ったわけなんですけれど、今週はまた下落しているということで考えるならば、まずは目先こちら直近高値からの3分の2戻しの 110.00 ですね、ここの攻防が注目されますと。で仮にここの攻防に敗れた場合はやはり心理的節目の100等円、ここはこの上昇そして下落局面のちょうど半値戻し、半分に当たる水準なんですよね、うん、これがちょうどですね100等円レベルに位置しておりますので、112円が維持できなかった場合はやっぱり100等円までの、まあ、調整を想定しておきたいと。でその主因となるのがやはりアメリカの通商政策、保護主義政策である可能性が非常に高まってきているといった意味はですね、あの常にですね、まあ日々のニュースとか あとはアメリカサイドの要人の言動でありますが、そういったところをウォッチしていく必要があるとは思います。そうですよね、はい、この10日の日米首脳会談に向けて、はい、こうなんていうのパフォーマンス発言といいますか、こう見合わせを言っておいて、はい、そうじゃない方で来るとかね、そうですね、いろいろとこう惑わされないようにしつつも、そうですね、目が離せませんね。そうですね、もう本当にトランプ政権はもう先が読めないので、うん、やっぱり常に考えながらウォッチしながら、うん、そして相場を見ながら、まあ、トレードしていくことが非常に重要かなと思っております。わかりました、はい、なるほど、はい、今日も解説は IG 証券のシニア FX ストラテジスト石川純一さんでした、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。お伝えしてまいりました IG 証券ランチエクスプレス、また来週のこの時間にお目にかかります。それ今日はこれで失礼いたします。